今ちょうどあれが行ってるんで青柳さん、はい、はい、感じもね先頭は大丈夫だよね、はい、で、おみこし、榊、それから氏子総裁会が入ってThank you.
守りですのでお集まりください。はい、もっと前お願いします。お直りください。氏子会長及び総代拝礼。風景会会長及び役員拝礼。大正14年、生き人形制作の名人、三代目安本兼八の大作です。正面の額は、神聖を敷かれた仁徳天皇が徳を称え、呼ばれた歌が書かれています。なお、各出しの位置は、河原の大会のデジタルマップにて、どうしてないんだろう。
富士子会会長及び総代拝礼。通計会会長及び役員拝礼。非常に好天に恵まれまして、また、皆様方の、お浜織の儀、少し長くなってしまいましたけども、多くの方にお参りしていただくことができました。また、今宵は、諏訪の大神様に、この諏訪佐原の中心地、駅前に、お旅所に、ご着座いただきました。今日から3日間諏訪の、大祭で、秋の大祭でございますので、ぜひ、皆様に、また厳粛に、お祭りを再興していただくように、現場といたしまして、お願い申し上げる次第でございます。いろいろと ありがとうございました。本日はお疲れ様でした。個人衆拝旨。皆さん、お祭りには精神がつきものでございますので、よろしいでしょうか。本日は皆さん、本当にそれぞれですね、感じていることだと思うんです。本当10年ぶりの皇帝に恵まれた中でのご礼祭となったかというふうに思っております。大変に我々役員としてもですね、ご存命ない喜びというふうに思っております。菅谷幹事長からもお話がありましたように、どうにかですね、3日間成功に収めて、そして皆様ともどもですね、その大神様にですね、喜んでいただけるようなご祭礼にしたいと思っておりますので、みんなで、声高らかに乾杯を飲んでおらさせていただきます。それではご唱和ください。乾杯。乾杯。
ありがとうございました。すみません、順番間違えまして、以上をもちまして着用祭を終わりとします。どうもありがとうございました。8時半ね、大王令の8時半ですので、明後日ね。